見てる？ああ、ああそういう解説ね。なるほど、すいません、盛大な勘違いをしました。なるほどね、そういうことですね。1時間45分かけて来てくれてるヘブンさん、どうもお疲れ様ですと入れながら、はい、先方は連合さんのジャスティス、対するはちょっと待って、ド忘れした。ここに来て、イスカの大佐さんの回ですね。カイアンなんですね。はい、もう一度言います。第1回戦、エヴァンゲリオンの、デンコンジャスティス、対するはイスカ大佐のちょっとスタンっぽいあれですね。ちょっと手入れずに出そうなイスカさんの回。いや結構長いと思いますよ。シャーッ、かっこいい空中投げ、長いぞ。プレス当て身でプレッシャーかいていく。空中ミカエルも結構強いですね。手が通って、はい、スタンチャージから FB 重ねて、押しのぎ切ったエヴァンゲリオン初号機。死と甲斐が波動機打ちまくる。はい、コンボ跳ね返して着地技能、バースト使う。ここでバースト使って持っていけると読んでるか。前パン、まだ死なない。軽弾通ってしまった。まあバーストはすぐたまるでしょう。第2弾のグリードセバーが出ない。K ボタンがなんとかなってますか。大丈夫ですか。そんなことはないですね。はい、真に受けた私はね、まだ若かったですね。はい。俺だってまだ若いんだよとかね。見ながら、はい、投げていって、初号機活動限界まであと30秒。やばいよ。エグミ出して、飛び道具出して、なんか足払いで止められて、操作しているか。波動拳、波動拳、おお、いった。初号機が残り少ないエネルギータンクを使って、ラスト見えづらい。あー落ちます。下まで処理拳、はい、表で下とやってきて、バースト、まあ最後バーストですが、ミカエルブレードはガードされしまった。前パンが強い。はい、地方会に対して初号機は活動を停止をしてしまいました。残念でした。非常に残念でした。まあ、団長肘強いですよね、あれね。明らかにお前下の方まで尻尾届いてねっていう感じなので勝っちゃってますからね。いや、変換候補にジョニオザブラッドウィッチって言ったのがすげえ面白かった。はい、第2回戦中堅ジョニオジョニーに対するはエースが対策回。あ、これカラー替えはあるんですね。ありですね。これはこのカラーは、まあ、有名な人だとマチャボーさんとかですか。サイチサイチ、はい、エース戦か。序盤はお互いゴムだが、おっとな、キリで大胆に出していく。金エースが対空気味になる。スタンは青が出なかったのかなというかゲージがありませんでした。ゆっくりいくジョニーだが、ここで海外って前に詰めていく。ファーストはガードされてしまうが、海側が動きが温まってきている。動きが温まってきてて変ですけど、前ハイがカウンターコイン。これうんちょうさんはちょっと奥だった。海側元気よく攻め立てるうんちょうさん、今度は前後ろでした。第10第2ラウンド、前ハイクシャッと、
イスキャンカーのステップが速くなってる気がしますが、まあ、フレームデータ詳しい人は後でよろしくお願いします。速くなったですね、なんか速かったもんね。ステップ自体が速い、前入ったら上段ミストからコンボじゃないけど、こっから立ち上がる、遅い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 、ちゃんと立って投げまして、はい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 、レスリング黒いけど、まあな、4番目ぐらい切れたみたいですね。はい、リッパーライチュー、はいはい、ここでカウンター取って梅コイン投げまして、タッシーが届かない、間に合わない、前手ビターン、これはバースト警戒したけど何もしてこない、レベル3青華麗に攻めるが空中投げ、海側ここから粘り返せるか、スタンスタン、まあ体力差を取り戻すにはどこで海が突っ込んでくるか、ここで突っ込んできた、雲長さんは空振ったがバースト、これは海側頑張ってだんだん追いついてきた、あとジョーカーをするも、ミストで消して細かいテクを見せる、だが他社員が間に合わない、バーソー、お互いノーバーソー、あーと2番を出る、ババ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 バ、いやー今のはね、なんかこうあれだよ、もっとフレーム猶予長くしてくれればよかったんだよ開発側とかなんていうかね、まあしょうがない、まあ青でないな、しょうが、おーちょっ、おっと、ちょっとすいません、ちょっとお待ちいただけますでしょうか、ちょっと放送、うん、あ、できてます、ニコ生どうでしょうか、できてますか、はい、すいません、若干ですね、若干操作の方が、やったみたいですね、あー止まってないですね、どうぞどうぞ、ロイズのチョコがありますね、皆さん、とあるミートの禁止も起こる、はい、ここでですね、ワンピガー大将がニートブリジット、冒険王ニートブリジット、対するは先方のイスカ大佐、カイ、ロゴカイじゃないです、カイです、 FB 行きます、お互い牽制合戦するか、要所要所でニートがいいダメージを奪っていく、投げまして距離を繰り返し引き戻しでダッシュ出せる、お互い飛び道具が交錯していく、貝側が捕まえたいが捕まえきれない感じ、ジャンケン引っ掛けるか、着地はもつれてニートが感じするが、まあ、ダッシュなし、この2人に対しては細かいダメージを取り合いになっております、ここで青はしない、ここでクリートめくって、さて残り時間少なくなってきましたが、ここで踏み入れ押し返した、冒険王が一本選手、全然自宅なんて冒険してねえじゃねえかって突っ込みしながら、ここで JK を引っ掛けていく、落としてチャージを重ねつつ、落としまして、出会い頭でインクリットで落ち攻め、なんかおしゃれんティーな落ち攻めでしたね、投げまして、これは緑いけるか、いけなかった、はい、どっち勝ちましたでしょうか、あっちが3だと、はい、3-1ですね、はい、じゃあ B 番台はどうしましょうか、
ですね。じゃあちょっとジョニオさんの判断任せて実況していきます。マイハイタイグ。キル。ここでアスパスかされて。だが2ともダメージを繰り返してきた。着地にしゃがきを合わせる。おっと投げられずに、なんかもつれてなんという展開。お互い行きたくないけどどっかで行かなきゃいけない。ここで海岸が行ったが空中投げ、これはもうブリジットは自宅に対してあー自宅にいたと思ったら前に来る、めんどくさい。いいところ、あーここではいガッチリ着地投げでした。激しく打つ、またいつでもお会いできます。ニートが外に出るからとかすごいこと言われたんですけどガンダム見すぎですからうん、ここと AJF さんチームとアイマンさんチームですね。 A 番台で、はいはい、はい、まずここ第1で第2ね。